皆さんすいません、ちょっと止まってしまいましたね、配信が。戻ったかな。あ、戻りました。失礼いたしました。じゃあ気を移り直して。さあ、それでは今日も通常配信を始めたいと思います。おはようさんちゃん、おはようさん、342日ありがとうございます。お墓の何の曲俺得です。おはよう。9人公演の準備、9人公演順調ですか、いい感じ。9人公演、おはよう。おはようちゃん、なんだよねん。おはよう。おはよう、344日。ありがとう。好きな魚。こちらこそださー。キュンです。おはよう。おはよう。かのんちゃんがオッケーと言うならオッケー。ちょ、ほんとに。まあ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 、オッケー。どうぞ、オッケー、オッケー、オッケー。おはよう、とこしょー。ありがとう。お嫁に行かないでね。行かないよ。おはよう。おはようございます。手袋ありがとうございます。おはよう。またまた大正解、正解された方がいらっしゃったみたいで、おめでとうございます。素晴らしいでございます。大運ちゃん、なんだよねん。
はようございます。 You good to have Happy happy I'm happy。 後で復習しましょう。そうしますします。でも今日はちょっと時間がもういかん、あの今日はちょっとスケジュールというものがありましてあれなんですけど、したいですよねこれはさすがに。なんなら今やってもいいんだけど通常配信がなくなっちゃうので、もう通常配信に行こうと思います。おはようさんちゃん、おはよう。よんちゃんなんだよねん、かまぼかま違ってる、それみたいな女の子、おはようさんちゃん、ありがとうございます。目を見たい三条ありがとう。結婚 OK なんだよねん、おめでとう。そう今日つむじ配信始めたいと思う。そうあのねタブレットが下にあるのよ、ここに、ここの下に、目線の下に。かゆちゃんからもらった新しいピック使ったのちょっとご紹介しますね。パッパラーン、じゃーん。昨日須田さんのね生誕祭があったと思うんですけど、2分間 MC で参加させていただいて、であのなんかなんていうんですか、ちょっとうまく説明するのが、ラブレター、ありがとう、難しいんですけど、あのファンの方から、ファンの皆さんから、そのメンバーねに、あの何ですか、こうプレゼントじゃないけど一人ずつね、あの贈り物があったわけですけれども、そう、それであのやっぱカノはね2分間 MC だったからね、あのなかったのよそれは。まあね、それは当たり前というか、その全然悪くないファンの方もだけど、あのなんか予備みたいなのがあったみたいで、それはファンの方が用意してくださったから、多分そういうとこも素晴らしいなと思ったんだけど、須田さんがあのあるって言って、ああげるよって言って、わざわざ須田さんが用意してくれて、はい、こちらと、あとね、あのねちょっと後で紹介するんですけど、アクセサリーケースをいただきました。もう本当にありがとうございます。かわいいよねこれ、好きだ、さーかの、ありがとう。秘密いいって言った、秘密じゃ、秘密してます。グーグーさんちゃん、グーグーさんちゃん、今日は食べました。おはこんばんちゃ、親もしかしてチームいいの、そのかのさんですか、照れますね、ありがとうございます。まだ15日か、おはようチコちゃん、私ねーよー、カノンさんのトリセツギター難しいところに OK にします。ちょっと囲碁見知り置きを、違うか、使い方間違えたかも。おはー、334日、あれ334日だったんだ、あのずっと間違えてたかも、ありがとう。今日はあと10分しか見れません、気象と頑張るため気合いちょうだい、いきます、せーの、気合いだ気合いだ気合いだ、いや気合いだ気合いだ気合いだ、いや気合いだ気合いだ気合いだ、いや頑張ってください。はじめまして、なんでねん、おはよう、おはようさんちゃん、今朝もさんちゃんやばいキュート、キューありがとう、メモリテイさんじゅありがとうございます。温度っぽい髪型、今日なんか分け目が違うんですよ、今こっちに寄っててなんかいい感じで、いい感じにちょっと大人っぽくなりました。今日は朝4時50分起きです、早すぎ早すぎ、すごいね、おはよう123ちゃん、2分間 MC 面白かった、お、よかった、嬉しい、あやさんちゃん、さんちゃんどう、ちゃんちゃんちゃん、にかちゃんが24に向けて覚えることいっぱいあって知らんけど、あまあまあまあ覚えることは、うん、まあまあまあ、カノも最近ちょっとなんか増えてるかなっていう感じですけど。はい、ありがとう、みんな知ってみきちゃんが言っとるみたい、え、何のこと、まあ、そう、頑張ってます、ありがとうございます。急にラジオになるからほぼ進行です。え、何のことですか？え、なんじゃないですか？大好きな君が大好きな僕は全力知る。ありがとう。はい、よ。俺はお嫁を断られて毎日泣いてあやさんって。しく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 。昨日の2分間MCのさんちゃんの取説詳しくアピールしたけど、擬音が多い。擬音が多いが抜けてた、ああ確かに、ビューンとかバーンとかキャーとかドーンとかそういうことね、確かによく使うわ、あーつけとしとかなきゃ、今日のまゆさん100点、お眉毛、眉毛ありがとう、
え、最近メンバーとしての服が出てきた。本当ですか？そんなまだまだですよ。昨日のチームに研究生はカロンちゃん挨拶してきて、あ、本当にもうお世話になりますっていうね。そう、ファンの方にもね、もちろんだし、あの先輩方ももちろん、昨日ね本当に先輩方ね、あの本当に何もうようこそって感じですごくあの迎え入れてくれて、もう本当にもう優しさにあふれた空間だったんですね。そう、なんていうのかな、やっぱちょっとあの17年生きてきて、まあ、SKE として活動してきて、まあ、SKE の中になった時とかね、なんかいろいろタイミングで先輩たちがこう受け入れてっていうか、こう迎え入れてくれたことは何回もあったんですけど、あの昨日が一番ね、こうなんかすごく自分としてこうなんかすごく今までで一番こう迎え入れてくださったなって、そう、すごい優しく迎え入れてくださった、いい家ようこそっていうこう感じがすごくもう本当に素晴らしく優しかったでございます皆さん。はい、ラフーブで枯葉のステーション決まったね、決まったね。メモリータイ参上ありがとうございます。おはよう。紫塩ピンクのサイリウム見えたかな、だって見えました。真ん中だよね真ん中だよね。ちゃんとうちわも準備してあって、これ分かってたなっていう、さすが。朝から中国人と中国語が分かる先生との間で中国語を学んで、おお、どうですか、喋れそうですか。ラブレターありがとうございます。昨日はチームEのメンバーにお祝いね、え、そう、須田さんのあの生誕祭にもかかわらず、もうカノンのことにもたくさん MC でね触れてくださっ、 MC 何、そのカノンのことも MC で、あの喋りであの触れてくださって、本当にお優しい、お優しいです。チームEのさんちゃん、おはよう。昨日はフェスティバルクイーン2回 MC お疲れ様でした、ありがとう。おーおーおー、通常配信元気ですか、元気だな、何でもだけど1,2,3ちゃん本番に行くろ。そう、ピックさん、これさ、あのまだちょっとよく分かってないんだけど、ファンの方がこれを作ったってこと、それともこれは使ってたやつなの、え、これはグッズとしてあるの、わかんないけど、とっても可愛くて、カノはもう朝からハッピーです。おはようございます、嬉しいですね。何が、おはよう、スナピックファンが、もうありがとうございます。当たり前だのクラッカー、今日の朝食べましたクラッカー。ふんちゃんがツイッターでさんちゃんにはジムに来て美味しいと思って、ね、そう、カノも見ました。もう本当にそういうところも本当に素敵だなって、もう優しいなって思いました。もうなんだっけ、無事にみたいな風に書いてくださってて嬉しい限りです。パピッタ、ほほん、メモリタイ30ありがとう。ペコリゴン、昨日出演者全員から全力おめでとうもらってたね、いい人たち、いい人たち。そう、あれはちょっとあの本当に作った話とかじゃなくて、カノン舞台袖奥からありがとうございますってでっかい声で叫んでみたの、でも届かなかったちょっと遠すぎちゃって、めっちゃでかい声で叫んだんだけど、その先輩たちがさんちゃん昇格おめでとうみたいな言葉を言ってくださったじゃないですか、だからありがとうございますって全力で叫んだんですけど、ちょっと遠すぎちゃって届かなかったみたい。メイクさんだけに届きました、メイクさんにはちゃんと届いたけど、そう、もうちょっとめちゃめちゃ袖まで行かないといけなかったんだけど、もう戻っちゃってたから間に合わず残念。どういたしまして、ありがとうございます。菅原さんちゃんだね、ねえ、もう嬉しいね。おはようございます、おはよう、よかったじゃないか。そうなんです、チームEの給食人数少ないです。ねえ、まあそれはね、もともといらっしゃった人数との関係とかもあるのかなと思うんですけど、ね、本当に優しかった。もちろんさ、チームEじゃなくてもっていうか、チーム K2 さんでもチーム S さんでも同じように本当に迎え入れてくれたのかも
知らないというか迎えてくれたと思うんだけど、そうでも昨日のEさんのこうようこそという迎え入れる、こう迎え入れてくれる、こうなんていうのかな、なんていうのかん、こっち側から姿勢っていうのはちょっとおかしいんだけど、なんかそう、その優しさはあふれ、もうすごかったです。もう素敵なチームって思いました。さすがカリンカミちゃん、おはようございます。おはようございます。おはよう。そう記念品おはよう。チクチクカリンチームのメンバーですね。はい、ありがとう。ピックでギターの練習、はい頑張ります、頑張ります、頑張ります。これを今日からショールームのクリスマスキャンペーン始まる。そうなんだ、リゾート旅行券もらえる。あ、そうだ、カノンさ紹介今日するけどさ、何その商品、この前のさテーマパークに行こうってやつが届いてるのよ。ちょっともうちょっと頑張ってコメント読んだら紹介します。あのね、342日、ありがとう。チームイベントは雰囲気が良かった。うん、本当に嫌いだと言われたけど嫌いじゃないよ、仕事頑張って。今気づいた、700回目でした。イエーイ、700回目、ありがとうございます。700回、もうありがとう。700回だって、おもう本当にさ、どん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 そういう回数の方が増えてきて、もう本当にありがたいなって思う。そんな長くやってんだって改めて思うし、嫌いじゃない。お仕事行ってきます。今日も頑張りましょう、頑張りましょうひょ。よいたいさんじゃ、ありがとうございます。取り扱い説明書は公式ブログ、アメブロに載せて多くの方に読んでもらえるといいかも。あ、そうだね、あるからね、あのちゃんと撮ってあるから、もしかしたら載せるかもです。波乗りたい、波乗りたい、いい波乗ってんね今日も。あなたはいい波乗って、今日昨日劇場でお会いできて嬉しかった。カノはね、もうずっと行くよ行くよって思ってた。たとえはあれだけど、俺得で行こう、二度おいしかった。おほん、二度おいしかった。あ、なるほどね、なるほどなるほど、カノンさん取説に俺のコメントよく飛ばします、もう入れて入れようだって、あー確かにとか言ってみたりして。昨日は増田さんと何かお話ししました。増田さんはね、あんまりこう長くはお話できなかったけど、もちろんおめでとうって言ってくれたし、そう、あの、まあ、昨日はね忙しかったから、そう生誕祭の人って忙しいんですよ。そう、写真撮ったりコメントもあったりそうしてるからなかなか話せなかったけど、おめでとうって言ってくれました。早主義365日達成、正式昇格は365日達成の2日後です。お、達成してからいけるんですね。カノンさんのお賞はお嫁に行くまでらしいので、カノンさんと結婚します。なんでやねん。おはよう。早速2分間無視ですね。お疲れ様、ありがとう。チームのみんなに愛されてた、もう本当に皆さんが優しかったの。生誕祭終わりの皿うどんの味は味しょっぱい味だったってやつでしょもう涙が、そういうことかな。五十嵐さんも覚えることが多そうで大変。あ、覚えることが多いのは、まあ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 、まあ、覚えることが多いかもかもしれない。大嫌いだ、僕は全力で逃げる、逃げないで。ミスキーメンバーの中ではコメントを読んでくれる貴重なメンバーだなと思います。ちょっと遅れるんですけれども頑張って読みます。昨日は高めのツインテール、めっちゃ可愛かったよね。カノン言っちゃったもん、可愛いですねって。今日もかわいい、カノンちゃんおはよう、ありがとうございます。このゆっこなゆき、ありがとうございます。そういえばショールームのクリスマスって発表されたで、なんかすごいね、すごいらしいのよ、ちゃんと読めてないけどすごいらしいんです。クリスマスは配信します。みもいたい参上、ありがとうございます。こなーゆきね、ありがとうございます。おはよう。こなーゆき、こなーゆき、今日の見慣れ画面80点、おー高得点じゃない、よかったね。お泳ぎ資金
カエンちゃん隣で横ね。カエンさんもね、優しかったもん、本当に。遅れちゃったけど、カノンちゃんチーム員昇格おめでとうございます。ありがとうございます。サンちゃんいい子だから、全然よ。全然よ。メリークリスマス。メリークリスマス。嫌いじゃないよ。不思議だしときましょうか。だって、お薬。おはよう。いってらっしゃい。へいらっしゃい。チーム員。全体のコンサートでの昇格発表が星になった。星になった。ハッピー&ハッピーアンミーハッピーハッピーうーハッピーハッピー。カノンさんの人となりが先輩方に伝わってる。もうそんな風に言ってもらえて嬉しいです。よかったよかった。うんうん、いいの先輩かな。次のお花ラジオゲストね、ちょっとお花ラジオもね、ちょっと再開できたらいいなと思うんだけど、まあ忙しいからね、年末は。皆さんもようこそってね、ほんと俺以上ない最高のタイミングね。えそう、ツイッターとかメールでも言ってくださって、そうそうそう、あ今メール追いついてる、今メール追いついてる、届いたの全部読めてるから。昇格発表後にあかりの生誕祭で2分間 MC とか持ってますね。だってそう、2分間 MC はね、そのめちゃめちゃ前からもう決まってて、今日昨日のやつは。そうそうそう、おはようにちゃんなんだよね。あかりのさんちゃんのコメントよかった。もう本当にもう一回見直さなあかんね、これはね。もう一回その場でも聞いたけど、ありがとう、本当にありがとうって聞いたけど、こうもう一回見直さなあかん。以上かま、その真ん中の席です。お本当ですか。じゃあよく見えるかな。最後の挨拶の時にあかりちゃんから嬉しいことをもらう絶対ね、見てくれるんだって。本当にあの新世代コンサート、まあ別にカノンがとかじゃなくて、新世代コンサートをあの見てくださってる先輩方もね結構いらっしゃって、そうそうそう、嬉しいですね、優しいですね。仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。チームには自分を育てですね、父は自分に漏らせるように頑張る。もう本当に優しさに甘えすぎずというか、頑張ろうと思います。おはよう。朝から中国語たくさん見て頭が痛い。まあね、カノンが見たらもうちんぷんかんぷんだから。そらちみで好きになっちゃう。その真ん中の席温めてくれたはずです。あなるほど、ちょっとぬくもりを感じるかもしれないですね。スカイフシ、え小学生入会 MC どうなるの、マネージャーがやるの、なんで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 やねんだよ本当に。花かいい、おはよう、おはよう、皆さんおはよう。あ、ファンの方が作ってくださったかな。でもいつもより早いですが仕事、あ、頑張ってね、素敵な一日になりますように。頑張る、今日素敵な一日になるかな。ちょっと今日頑張らないとな。いい人一先は、え、どう冬至、あ、冬至ってあれじゃん、かぼちゃ食べる日違うか、はんぺんの日、うん、サッカーブロ、働く女性の日。おー、かんちゃんの声は聞こえた気がしたけど、え、そうなの。おはようございます、あ、ありがとうございます。おはよう、デザインの方が作られた、あ、昨日の公演に入ったファンの人全員にもプレゼントされてます。すごい、すごいね、嬉しいですね。これ、これを、これをいただけたのかな、嬉しいですね。とか本当話せました。佐藤川さん、さっきの可愛かった。ちょっと話せないですね、皆さんには。皆さんには話せないですね。今日北海道から50のじゃあ、ありがとうございます。いってらっしゃい。だいぶでそれは聞こえんね。おはよう、ありがとうございます。ちょっとコメントビューしますね。わあ、すごい難しい日なんだね今日はね。改正民法交付記念日とか、なるほど。ジェネリック聞いたことあるね。キリドは94点、ありがとう。スープのシーラカンス。いろんな日がある。お仕事行ってまいるね。回数、おはよう。なんか今日リスケ起きてんだけど、冬眠から目覚めた、目を痛い。参上ありがとう。おはよう、700回ありがとうございます。昨日2分間、
モニターね、かのモニター観覧したことないんだけど、やっぱいい感じですか？パオマル皆さんが昇格改めてスターだという気持ちを一番持ってやって言ってて、うんうん、そう言ってくださったね。これは新メンバーの中では全スルーされて印象下がって、だから支配おほん、俺は多分699回、あえ明日700回じゃん、言ってない、カホン言われたら応援する人だから、そう把握とかできないから上手に誕生日とか、だから言ってください、おはよう、あ699回になってる、あれ明日かな、まあでももうほぼ一緒だもん、皆さんありがとう、いつも見てくれて、仕事行ってきます、いってらっしゃい、彼女の取り扱いが難しい、嘘、そんなことないよ、700回、お明日700回の方結構いるのかな、カレンちゃんの生誕祭での皆さんのお手紙、あーねえ、うん、ほんと素敵よね、おはよう、レオナさんが劇場公演700回、そうなんだ、すごい、かの何回なんだろう今ね、え間違えても、まあまあまあ、みんないつもありがとうっていう、かの笑いの世田さん中身作るので、ね、楽しみ、おはようさんちゃん、おはよう、おはよう、髪の毛が変な感じだな、劇場近くに住んでない時に飛行機が早いと1日2便しかない、来れる時に来てね、毎日おめでたい、そうおめでたいさんちゃん、ありがとう、小浜に優しい、さんちゃんの配信は人気ライバーさんのそれに相当します、最新で食べていけるレベル、ありがとう、あ見てブラボーだって、ブラボー、ちょっと棒が消えてるけど星で、ショールームクリスマスで参加ということです、クリスマスイベントに参加するかはちょっと待ってくださいね、もうなんていうの、クリスマスに配信はするけど、クリスマスイベントに参加するかちょっと待って、めめたいさんじゅありがとうございます、おはようさんちゃん、おはようございます、はじめまして、なんでねん、ゆんちゃんなんでねん、今日めっちゃ可愛いな、嬉しい、ありがとう、チームになっても変わらず北海道からかなちゃんもします、おします、おされます、おされます、ありがとう、今日早めに行ってきます、行ってらっしゃい、頑張ってね、おはよう、素直でね、ギターしいから、へへへ、もう全然だよ、カノン。全然全然。アンダー、少ない割にはハイピースで。んあ、レオナさんね、レオナさん。年上。チームインでも自己紹介は変えませんかだって。それみたいな。なんか、おはよう、サンチャン。サンチャン出身。17歳のサンチャンが変わるんですか、うん、変える予定はない。須田さんが主役なので、集合写真、サンチャンの。サンちゃんポーズやめてくださいだってあれは違うんですよ、違うんです、もちろんサンちゃんポーズにもなったし、それも言ってくださる方もいらっしゃったけど、あのあれは須田さんの昨日はね30歳のお誕生日ということだったんですけど、ゼロはいらないって須田さんがもしかしたらそれを思ってかもしれないけど言ってくださったから、みんなで3を作ってたんです、そうそうそう、昨日のね主役は須田さんですから、須田あかり生誕祭須田さんですから、おはようさんちゃん、ペコリゴン、ありがとう、今日もいい一日になりますように、ショールームイベントに自分にまた主演さんがルーム訪問してプレゼント、そうなんだ、どういう何がプレゼントで、どういうのを見に来てくださるの、おはよう、今日の名義は92点、高い、カリアのスピーチ昨日は短くてメンバーがロングスピーチになると思ってたはずのが外れたね、言ってたね、1月15日以降に2回もしてどうなるか、同じ、そうそうそう、どうなるんだろうね、なくなっちゃうんじゃない、どうですか、休憩生の方が昇格されてすぐもう10期があった、元会いいの
鍵かも。来年その15日新チーム始動待ち遠しい。カロンもカロンが昇格したことが嬉しかったのでケーキを買って応援しました。優しい、ありがとう。無料でも届きありがとうございます。もう終わるのどうだろう、誰も知らんが来るんでありがとうございます。ストカフト HH の話したかしてないけどしてないけど、あ、話せる話はあのペットボトル置き場ってのがあるんですね。みんなの水分補給の水が置いてある水飲み場があるんですけど、あの誰が誰のか分かんなくなるからペットボトルに名前書いたりするのは皆さん知ってる方はいると思うんですけど、そこにストカホさんがクマちゃんの絵を描いてたんですよ。だから「あ、可愛いですね」って言ったら「プーさんなの?」って言ってて、そう、あ、まあクマのね、そうそうそう、クマさんなのって言って、でまあ「あ、そうなんですね」ってなったらこのレオノさんが書き出して。そしたらちょっとなんかそう画伯だったのすごい、あのプーさんにヒゲとか描き出して画伯だったのそう面白かったそうで画伯だったの。そしたら次ナッキーさんが、ナッキーさんが描き出して今度プーさんを、ね、そしたらあ、まあまあまあクマで、うんうん、でもまあちょっとなんか違うなみたいな感じになって、そしたら最後クマちゃんさんが先に来てほぼネズミだったっていう、あの MC でもないのにも落ちまでって言ったらあれだけどすごい完璧な面白い先輩たちだなってすごい思いました。あ、コメントが遅れてますね。ヤクファミリーシートスルザナイト居酒屋みたいになった、そう習字があると急に居酒屋みたいになっちゃう。おはよう、いってらっしゃい。リスマミに会話しないです。 3.14 ちゃん惜しい、なんでやねん。何話したいというと、もうみんな、ああ初めまして、押しますなんでやねん、押されますお前のスタとこさん独占は薄いですよ多分。7回目え、嘘、7回目は嘘だ。マリエちゃんソロライブ長い声でアピール、あ、それは昨日はしてないです。ありがとう、また過保独占。そしそしマックのポテトしばらく S サイズのみの販売、え、輸入が遅れてる、それはないよっていう人いっぱいいそうね。めっちゃ美味しいもんマックのポテト。ダイングゲートクリスマスイブイン700回公演、冬至の日、うん、教室、うん、昨日は最初の方もに、あ、そうな、2分間は MC、 え、家で2分間 MC は家で座ってみました。おお、劇場のドアが開いてるからモニターがないし中の音が直接聞こえる。ああ、なるほど。あ、もしかしてあれ、あの、え、あれわかんない。おはよう、かのちゃん、もうすぐ50回、ブラボー、ありがとうございます。チームに入って最初に覚えてほしいな、いなちゃんのほっぺつねのフィーのダンス、え、昨日見てた昨日見てた、すごいなと思いながら昨日見てた、昨日後ろでちょびっとだけ見たんですけど、そう、その後は2分間 MC の練習しちゃって、今年で650回達成、うれぴ、800回は801回目に報告します。なんでやねん、早かった分を足したの、旅費だけで片道、そうね、まあお財布とも相談しつつ、だるまちゃんがコロナ、ありがとうございます。おはよう、ファンレターを送りました。お、29日に渡してもらえるから楽しみにしてます。じゃあちょっとプレゼント紹介に行こうかな。10万くらい、大変だ。50日の放置どっか、ありがとうございます。願いさんとも、はい、共演したいです。クリスマスイブ、おお、公演の日じゃん。うん、どんちゃんとおやんはゼロついてます。ゼロ
気温戦続く気持ち、はい、もっと続けて頑張ろうと思います。お前プーさんマモ、そう可愛かった、つきましょうとこ嬉しい限りで成長なかし、うんうんうん、おはよう、おはようさんちゃん、プリーズプリーズハッピーデイイエイ、ネズミみたい、クマちゃん、クマちゃんさんのかわいいネズミだった。バックヤードトークの登場人物が豪華すぎて紹介してたね、すごいよね、本当に自分で話しててもなんかわーって感じたもん。方のもの、え、ゆうかさんさん、ゆうかさんさんはあのツイッターかわいいですねって言った時に、なんだろう、これは違うのって言ってた、須田さんねってこれは違うのってすごい言ってました。ちょっとかなり下手くそなんですけど、モノマネはそう、でもすごい可愛かったです。萌ちゃんの滑舌いじらないでくださいだって言ってないよ。うーん、いじってないですよ。そんな取り扱い説明書感動しました。お、ありがとう、おはよう、かなゆきね、ありがとう。あ、初見さんありがとうございます。愛知県出身17歳のさんちゃんこと金城とか言ってた和田かのんです。ぺこりゴン、みなり髪が好き、おお、ありがとう。握力が結構ありますね、おお。楽屋の方が面白いっすあれ面白かったです。うーん、ほっぺ落ちる、ほっぺ落ちちゃう、ほっぺ落ちちゃう、それは美味しいもの食べ過ぎちゃったのかな。V の話、赤いちゃんがサービスしてくれた、あ、 V ね、そう、なんかその後のコメント撮りみたいなのがあって動画で、その時カノンも言ったよ、だからぜひ見てね、須田さんの好きな V。 おにぎり、入館 MC も拍手が起きてました。えー、嬉しい、ナイスアイデア、ありがとう。くまちゃんサイリフっていうのが僕だよ、だって、おお、くまちゃんサイリフなんだね。粉雪ね、ありがとうございます。だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます。ゆかさんさん寝てましたか。モノマネ担当じゃないですよ。あ、ピオスさんのモノマネめちゃめちゃびっくりしちゃったかのも見てて、井田さんのほのんさんのモノマネ、ほのんさんのモノマネ、それもう皆さん言いたい放題じゃないですかこれ。大丈夫、一番かいかの、ありがとう。だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます。メモいたい誕生日ありがとう。頼る先輩だ、先輩どんちゃん先輩、みんな頼れる、うーん、みんなみんなとお話ししたいです。カメフレオンラインサイン会楽しかった、お、楽しかった、いいですね。じゃあプレゼント紹介、今からちょっとあのコメントが読めなくなるよ。あ、家族と大喧嘩したの癒された、あ、よかった、今日も頑張ろうね、行って、行ってら、行ってら、大丈夫、大丈夫か。さあ、それではじゃあ昨日のどういう風にね、昨日置いてあったかって言ったら、写真撮ってるけど見て、あ、見て見て、こんな風に入ってたのこんな風に入ってて、じゃーん、これ見て、紙袋に、え、誰これ開けます、でてでーん、おー、パパ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 、これね、これね、見て、ほら
すごく面白くて、なんかね、もうね猿なんですよ、猿なんです。わかる。昨日めちゃめちゃもう見た瞬間爆笑しちゃって、えジョージとジョージみたいな、タカンドトシ違う、もうすごいびっくりしちゃって面白かった、うん。ということでジョージがやってきました。うちに今日は何が待っているの、冒険かな、友達かな、さあ行こう、ジョージと一緒に出発。面白すぎるよね、可愛いんです。昨日だからこれがさ、ああやってさ首だけピコって出てさ、なんか入ってるから先輩たちみんな、えジョージじゃんって言ってちょっとびっくりしてたよね、ジョージ、えジョージじゃんって。そういっぱいこの子がいじられてました。えカモンちゃん猿が好きなのって、まあ猿が好き、うん、まあ猿が好きではないってけどみたいな。そう、あとなんだっけ、ナッキーさんに首絞められてました。えスタッフさんがこれをやってくださってたの、スタッフさんなんですって来てるけど、えスタッフさんなの、えスタッフさんスタッフさんなの、えそれはもうさらにびっくりなんだが、はい、首をこうやってうーってじゃあ今日からジョージもよろしくお願いします。元気いっぱいな感じ、ピャッパヤーイエーイ、えジョージだもん、だってこれはほらジョージ、もうこの子は名前があってジョージなんです。はい、もう笑いすぎて疲れちゃった。ジョージちょっと入るところがないの、ここジョージ体が硬くて入らない、感じで、いい感じ。はい、あとはじゃあこっちがなんていうの、こっちが、まあ、本当のっていうか、これも本当のプレゼントなんだけど、じゃーん見てー、くまちゃんの長袖 T シャツ見て、かわいい、超絶かわいい、かわいい、かわいいですね、嬉しいでございます、これはもう素晴らしく嬉しいです。全部嬉しいんだけどね、全部嬉しいっていう今から。そしてじゃーん、ディアピケさんのパジャマ、パジャマルームウェア見てー、かわいい、めっちゃかわいい、女の子じゃん、クロンさんこんなの着ちゃったら女の子じゃんっていう、女の子なんだけど、女の子、これのズボンと、うわボサボサ、ズボンとあとね、ズボンはまあ想像つくと思うんですけど、セットアップだから見て、靴下も靴下もこんなもこもこのがかわいい、女の子じゃん、女の子じゃん、そうだからカノンはジェラピケ切れちゃう、女の子じゃん、嬉しいでございます。じゃあこれは大切に着させていただきます、ありがとうございます。そうまだついてるよタグ、だってまだまた昨日もらってきたばっかだもん、
あとはね、ありがとうございます。なんでここに。あ、さっき話してた須田さんからっていうか、須田さんのファンの方かな、いただいた。うわ、ボサボサだ。嫁が着てたのと同じじゃないかと。あら、お揃いで嬉しい限りです。嬉しい。あとこのステッカーとね、あったかそうだよね。もう最近寒いから、さっきのピックとタグついたままラジオ気をつける。こちら見て、アクセサリーケースだって。センス良すぎ問題だね。素晴らしくセンスが素晴らしいです。じゃーん。それはもうカムちゃん嫁や。なんでやねん、なんでやねん。ほら、なんかこんな風に聞いてください。もうこれは本当に嬉しくて、このアクセサリーケース持ってないから、いつもなんかすごいペッペカペッペカアクセサリーがなってるんですけど、これでやっと収納することができます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。あとはちょっと昨日じゃなくて前回なんだけど、ちょっとあの新世代コンサートとかがあってバタバタしちゃって紹介できてなかったんだけど、そう、たくさんお手紙をいただいてたりだとか、これはねもうすごく読ませていただいてる。お手紙の内容はちょっとここでは発表しないんだけど、あとね、見て、ほらほら見て、これすごくない、可愛くない、メッセージカードのスノードームになってる。こうやってやると、ほらほら見える、こうキラキラが入っててさ、ほらほら可愛いんです。これもちょっとクリスマスコーナーに飾っておこうかな。可愛いよ、いい感じ、こういう感じでしょ。あとはね、それこそ、あ、そう、アクセサリーがね、ほらあったの、もう見たんだけど、あ、スルちゃん来るじゃん、スルちゃん、もう来てもいいよ、スルちゃん、アクセサリーがね、ほら届いて、これはネックレス、見て、猫ちゃんがいるの、反射してるけど、これ猫ちゃんがいるの、よいしょ。あとほら見て、イヤリング、え、待って、かの女の子になっちゃうじゃん。イヤリングがついてて、とっても可愛いんです。袋も可愛い、こういうのを入れたいと思います。ここにね、ちゃんと入れるもの、そうそうそう、入れるもちゃんとあるよ、入れるものは、そう、入れるものあるよ、これだけじゃなくてちゃんとここに入れたいと思います。ちょっととりあえずだけど、シャッと入れて、ね、シャッと入れて、はい、こういう感じで、もう本当に皆さん素敵な好きなプレゼントありがとうございます。感謝申し上げます。いってらっしゃい、いってらっしゃい。よ、できた妹ですね。お姉ちゃんも注文よろしくお願いします、だって、お願いします、本当に本当にお願いしますね、皆さん頑張る、バロンさん。さあ、それではちょっと最後にというか、あとね、これもほら、これじゃーん、なんだ、正解はあのこの前のテーマパークに行こうのやつですね。テーマパークに行こうのやつが届いて、じゃーん、カノンさんも見たんですけど、じゃーん、これね、そうね、こちら、こっちのをいただきました、ありがとうございます。皆さん、そう、旅行券、旅行券って書いてある、そう、こちらをいただきましたので、
ちら使いたいと思います。どこで使えるかな、わかんないけど、ありがとうございます。ピカピカピカー、ありがとう。そう、ディティさん、どこに行こうね、どこに行こうか。おー、ありがとうございます、皆さんのおかげで。そう、夢の国行きたいね、行きたいけど50デカ盛り、あら、何食べるんですか、デカ盛り。ありがとうございます。どこに行こうかしら、どこに行こう、どこに行こう、近くのテーマ、近く、まあ、これだけで行こうと思ったら近くのテーマパークになってしまうね、多分。花屋敷、一軒ショップに行こう。ちょっとこれ遊んでこようと思います。おはようございます、あだちゃん。うわ、妻け国立競技場か。あら、よろしくお願いします。沢田かのんさんです。沢田かのんさんです。オミクロンは来年もいい年になりますよね。はい、祈っております。売り飛ばさないよ。もう全部素敵なプレゼントしっかりと大切に使わせていただきます。ジブリパークに間に合わない。ああ、今日今年最後の休みです。あら、そんな時に見てくれてありがとう。楽しんでいこう。もう終わっちゃうけど配信はもう終わっちゃうけど、噛んじゃう噛んじゃう。思い出をプレゼントできることを祈っております。さあ、以上でプレゼント紹介は終わり。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。とても嬉しい、もうハッピーハッピー嬉しいです。それではサンデスタイムをしたいと思います。ゴリュカノさん、好きな歌のお届けありがとうございます。あ、サンデスタイム同情ということで、もう一回言っちゃおう。そういうわけで、今日も3です。タイム張り切って、道場13位、3です。ありがとうございます。12位、3です。アットマーク、カムリちゃん。ありがとうございます。11位、3です。アットマーク、読めないぞ。ありがとうございます。10位、3です。アットマーク、カムリネットレイ。ありがとうございます。9位、3です。なんでねん8位、3です。アットマーク、カムリ、イエーイ。ありがとうございます。7位、3です。ありがとうございます。6位、3です。アットマーク、カムリ、ありがとうございます。5位、あはサンタサンタさんになってるです。ありがとうございます。そして4位、あ、4位、3です。ありがとうございます。そして3位、3です。アットマーク、カムリ、デデイ、ありがとうございます。そして2位、キョウさん、ありがとうございます。そして今日の第1位は、てん、さんです。アットマーク、おやかファミリー、ありがとうございます。ありがとう。そして今日の85位、やっこさんは、わ、猫ちゃん出てきた。でん、さんです。おめでとうございます。あとも、ぜひやっこファミリーになっちゃってくださいね。バッキュン、ありがとうございます。よいしょ、今日だ、プレゼント、あ、そうだ、あ、スルちゃんのグッズがね、カノまだ受け取ってないの。どこ行った、手紙に書いてあったんだけど、昨日はまだ受け取れなかったので、今度の24日に受け取れることを祈ってます。祈ってます。殴り込み、うん、さあ、それではそろそろ終わるんですけれども、貯金はあのね、550円って教えてもらったので、550円プラス、そのなんか行ってた間、昨日はやったから、新世代行こうに行って、
の当日と翌日の550円、全部で550円じゃないと今日の350円、だからちょっと頭回んないよ。550円と350円だから900円、900円貯金しようと思います。時間がない、頭もぼさぼさなの今日。それでは少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。あんたバカ、え、間違えた、間違えてないよ、なんだっけ、あ、あげてくれ、あんたちょっとバカね、 そっちよりマシよみたいなのあったよね。キャー、ごちゃごちゃになっとる、しょうがない、ちゃんと外歩く前に解こうと思います。それでは少しでも気になってくださった方ぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。キュンです。それでは今日もこの辺でまたこやーね、ありがとうございました、バイバイキーン、お疲れ様チキン、バイバイ。あ、須田さんの星座さん行きましたか、目がハートとか星とかになってる、バイチャー、ありがとうございました、今日もいい一日を送ってね。あ、ペコリゴン、お嫁行かないよ。バイバイ、またな、バイバイ、またね、さやポーズ、さやさん了解です、頑張ってください、頑張ります、おやすみ。のし、コメント待ってます、バイちゃんフォローありがとう、またね、またくやんね、ファイティー、のし、あ、かわいい、ありがとう。